100歳用に衣装を作ったんですけど、どうですか？この衣装もね、一人一人またデザインがちょっと違くてアレンジがあるんですけど、みなみちゃん、どんなところをこだわったんですか？私はここにリボンをつけたっていうのと、手首のこれが可愛いんですけど、これはゆのさんが作ってくれました。あ、かわいい、かわいい、素敵。せっかくはね、ちょっとポーズ撮っていただいて、皆さんぜひ写真撮ってください。かわいい、かわいい。じゃあ、ズミさん、どんなとこがポイントですか？私はゴールドのレースとボタンをつけて AKB チックにしました。今回全体曲が AKB なのでそれっぽくしました。かわいい、いいですね、ポーズ撮っていただいて。ノアさんはポイントなんですか？そうですね、ちょっとなんかギャルっぽくしてみました。かわいい、新タイプ。みなみちゃんはね、3日前ぐらいまで衣装全然アレンジしなかったらしくて、はい、みんなでメンバーもすごい徹夜して作った子が多くて、それぐらい力作なので、衣装にもぜひ注目していただいて楽しんでいただけたらと思います。お願いします。次の曲の準備ができたということで、次の曲に行きましょうか。はい、次の曲は26時のマスカレイドのトルマリンって曲なんですけど、本日にじます解散日ということで、本日が学祭サイドのキューピさんが踊るのエモいなって思いますね。皆さんぜひ目に焼き付けてください。どうぞ。
リスト12曲になります。チェキ会場は大変な盛り上がりを見せました。トムボーさんからの学園祭終演後のお礼メッセージになります。